文房具によってモチベーション変わります。 Hey guys, I'm Arisa Nanase。 皆さんこんにちは。知識レビューをしている勉強マニアの七瀬です。勉強マニアと言っている通り、私は本当に勉強したりとか本読んだりするのが好きなんですけど、そんな中で欠かせないのが文房具です。やっぱりね、文房具がすごく使いやすいものを使ってると勉強するやる気が上がったりとかあるんですよね。昔はそんなね、どれも書くものなんて一緒でしょみたいな感じで分からなかったんですけど、やっぱりもういろんなものを使っていくうちに、あ、これめちゃくちゃ書きやすいじゃんみたいなものを発見して、それを見つけてからはもうずっとそれ一筋、もうそれ以外のものをたまに使うと、もうちょっとなんかもうやりたくないみたいな感じになっちゃうぐらいのレベルのものを紹介していきたいなと思います。でちょっと前の動画にも上げたものも入ってると思うんですが、今日はちょっとちゃんとねメーカーとかも皆さんにお見せしながら説明できればなと思います。ということで、まずご紹介するのがほとんどがペンなんですけど、まあ、蛍光ペンとかボールペンとかになってくるんですが、それら4つ、そして最後にノートをご紹介しようかなと思います。で最後プラスアルファちょっとおまけで、実際はでもこういうものを使ってますよっていうのもお伝えしようかなと思います。ということで、まず早速1つ目がこちらの、マーカーです。蛍光ペンなんですけれども、蛍光ペンってどれも普通かなって思ってたんですが、これのいいところ言いますと、あ、ちなみに今日どれもねそんな高いもん出てこないので、まあ文房具なんでね、皆さんすぐね買える値段だと思います。まずこちらなんですが、ペンテルから出ているものでノック式のハンディライン S っていうやつなんですよね。ちょっとこれ剥がれてきてるんでこちらなんですけれども、これ私普通にコンビニで買いました。まあ、コンビニでもね売ってるとこ売ってないとこあるとは思うんですが、ペンテルやっぱりね使いやすいですね。でこれのね、カートリッジ式になってるんで、これ多分中身だけ変えることとかもできるんじゃないかなと思うんですが、まあ剥げてきてるんでね新しいの買ってます。でこれのいいところはここがノック式なんですよ。こうやるとここが出て出ない、引っ込んで送り返すんですけど、そうすると蛍光ペンを使うとき、皆さんこうキャップ付きのものだと、ここにねキャップ式の普通の蛍光ペンあるんですけど、キャップ式の蛍光ペン使うときってこうやって蓋を開けてこうやってはめたりとかして、こう引いたりとか閉じたりとか、あ、一緒に取れちゃったみたいな感じでやるじゃないですか。そうするとなんか手についたりとか、この蛍光ペンをピッてこう開けるっていうその作業がめんどくさいんですよね。読書一生懸命読んでる時にこうペン開けてっていう風にやるよりかは、もうここをクリックこうしてピーって引いてピーってもう閉じるみたいな感じの方がめちゃくちゃ楽なんですよ、線の引き方が。でちょっとした差なんですけど、それぐらいそのちょっとした差が結構大事なんですよね。で色合い的には、まあ普通にねこんな感じで太かったり細かったりとか引けるので、普通に書きやすい感じにはなっています。でオレンジ、赤、多分黄色とかも出てると思うんですが、私はピンクとこのオレンジをずっと使っています。まあ、蛍光ペンは本当よく使えますしね。であと蛍光ペン使う時ってこうオレンジも使いたいし赤も使いたいしってなると、もうたくさんこう持ってやったりとか付けの上に置いたりとかして、キャップもこう外して取ってとかってやるとすごい大変なんですけど、このノック式のやつだと本当にこのままこうやって引いて、あ、こうやって引いてみたいな感じのその切り替えもすごく楽なんですよ。ということで、まあ、ズボラでね、そんな私にぴったりの蛍光ペンでした。これは本当に、ね、愛用してます。ただ一個注意点が、これずっとこれ出したままでいるとペン先乾いちゃって、ちょっとインクが出にくくなっちゃったこととかあったので、ちゃんと閉じるようにだけ気をつけてください。そして、2つ目にご紹介するのが、こちらです。このカラーペン、こちらはですねエモットっていうカラーペンなんですけれども、まあ、いろんな種類が出ています。私はこの2本だけしか持っていないんですが、もうね山のようにいろんな色が出ていますので、まあ、カラフルに描きたいよっていう人はこういうの揃えてもいいかもしれません。でこれのいいところは何かっていうと、ペン先がまずすごく細いんですよ。ちょっと見にくいですかね、こんなに細いんですよ。細くてすごく細かい字が描ける、こういうカラーペンって結構なんていうのかな、ペン先が太くて描きにくいものとかが多いと思うんですが、普通に描きやすいです。こんな感じですね。ちょっと複雑な字を書いてみてますが、はい、こんな感じで普通にこうピッとかピッとか、こうなんていうんだろう、この細いながらも非常に描きやすい、さらさらインクもこう出にくくなることとかもないし、でボールペンほど硬くないんですよ。だから滑らかに描けるサインペンなんだけど、細くてしかも描きやすい、そして、にじむこともないし、裏にもねこれ結構薄い紙なんですけど、そんなに写んないんですよね。ですぐ結構割と乾くので、まあ、さっきの蛍光ペンもそうですけど、こうやってもうね全然こすっても大丈夫っていう、結構かなり描きやすいなと思っております。このエモットシリーズね、気に入ってしまって、他の色も買いたいなと思ってるんですが、結局ね、まあ、2色ぐらいあればいいかなっていう風に思ってるので、私は、まあ、これ以上ねまた買ってはいないんですけれども、まあ、おすすめです。カラーペン使いたい人とかね、なんかこうお手紙書く時とかもちょっと黒だけだと虚しいなっていう時に、このエモットで書いたりとかするとすごく可愛く見えたりとかもします。そして
3つ目が、ボールペンなんですけれども、まあ、これは本当に私がどうだろう5年ぐらい前からずっと使ってますね。もうこれ以外使えなくなっちゃったっていうぐらいの三色ボールペンです。で、三色ボールペンがいいのが、やっぱりこう書いてる時にこの赤青黒の切り替えがすごく早くできるっていうところ。やっぱりペン一つずつ色が違ってるのを使うと、こう持ち替えるのがね、手間が作業なんですけれども、これ全部一本についてるのがやっぱり楽かなと思いました。で、結構これパッケージとかもね、高級感あふれるやつなんですね。こちらもペンテルから出てるやつです。で、エナジージェルなんですね。で、これもいろんな白とか黒とか、青とかも出てたかな、確か。でも私は基本黒か白が多いです。なんかデザインも豪華な感じなんですけど、これの、ね、気に入ってるところは、私ペン先が結構太いというか、なんだろう、こう書きやすいのが好きなんですよね。一応これそんなに太くはないんですが、結構こんな感じで書きやすい、すごく書きやすい滑らかな書き心地になっています。で、これもね、結構すぐ乾くし、後ろにそんなに映らないのがいいかなと思っております。まあ、赤とか青とかね。で、ただちょっとこれのデメリットとしては、この赤青黒っていうここ3色ついてるんですけど、これがですね、ここを見るしかないんで、ちょっとね見にくいですね。黒、これが青なんですけど、確かこの青と黒をよくね、初め間違えたりとかよくしました。まあ、慣れればね、場所を覚えちゃうので大丈夫かなとは思います。で、ただこれね、会心とかも買うんですけど、会心間違って買っちゃったやつがあってですね、ちょっと次のボールペンにつながってくるんですが、それ会心買うときはちょっと気をつけてください。で、これ、まあ、ここでこういう風に止めるやつとかもついてますし、シャープペンとかはついてないやつになっております。これは本当に書き心地が気に入ったのと、あとデザインも結構おしゃれだし、なんか高級感あるから、大人の皆さんでも、持ってて可愛いかなと思いました。で、このボールペンの返し印を私買うときに、なんか何回か間違って違うボールペンの芯買っちゃったんですよね。で、めちゃくちゃ太いボールペンの芯が入ってて、あ、また間違えたっていうことが何回かあって、その間違えた返し印がめっちゃ溜まってきちゃったんですよ。で、Amazon でプライム会員などで無料で返品してもいいんですけど、返送料の方がかかっちゃうぐらいな感じだったので、ちょっとそのまま持ってて、今度そのじゃあ太いボールペンの返し印に合うボールペンをないかなと思って探したときに、いいのがあったんですよ。そんな感じで出会ったのがこちらになってきます。まあ、これなんですけれども、これはシールここ剥がしてないんですが、見えますかね、ミモザっていうところなのかな。これもね、ペンテルで出てるやつなんですよね。さっき返し間違えて買うぐらい似てるので。で、これなんですが、一応この上の色が黄色とか赤とか青とかあるんですが、これ中の芯は全部黒一色でした、初め入ってた時は。で、黒一色できたので、私はいろんな種類のボールペンの返し印を間違えて買っちゃったので、これには黒を入れてるんですが、赤には赤の返し印、青には青の返し印を入れています。なので、まあ、この色をね、使うってことも一応できることはできます。芯をね、別で買えば。で、これがね、買ってよかったなと思ったのが、まずデザインがなんかちょっとレトロな感じで結構可愛くないですか。ここになんか英字が入ってるんですけど、すごくこれおしゃれで可愛いなっていうのと、まあ、青とかならね、男性も持てるかなと思いますし、あとこれめちゃくちゃ実は書きやすかったんですよ。これ先ほどのボールペンよりもちょっと太い感じになります。こちらに書いてみますか。まあ、でもほぼ一緒ですね。こう書いてみると一緒か、書いてみると一緒なんですけど、まあ、なんだろうな、若干太いかなっていう、さらにさっきのよりも滑らかな感じでさーっと書けます。でもこれで書くときがすごく好き で、逆にちょっと別のこういうボールペン、これもペンテルから出てるやつなんですけど、これ 0.7 って書いてあるんですけど、これはなんかね、なんて言うんだろうな、本当にボールペンって感じがしちゃうんですよね。書き心地の問題かな、見てるとそんなに分かんないかもしれないんですけど、書き心地がこれは本当にボールペンって感じなんですよ。だけどこっちのこれはなんか本当になんだろう、めちゃくちゃ書きやすいんですよ、滑らかな。これ買って書いてみないとわからないと思うんですが、すごく滑らかで書き心地かなと思います。滑らかな書き心地で言うとこれ。ただこれは1本しか入らないので、3色とかこの1本でできないんですよ。なのでちょっとこう1本で3つの色使いたいなっていう時はこれを使うというような感じです。なんで基本はね、家にいる時とかこちらも3本でこう書きたいから書いていて、で、たまに出かける時とかちょっと臨時の時とかに3色を一気に欲しいなみたいな時はこっち使ったりとかしています。まあ、そんな風に、ね、使い分けているんで、まあ、これ今日ね、どれもね、全部こう順位付けとかはしてないので、まあ場合によって使い分けてるというような感じになってきますね。そして最後にご紹介するのが、実は今ね、この使っていたこのノートなんですよ。で、まあ、先ほどね、ご紹介した通り、私いろんなノートとか文房具いろいろ買ってきました。で、もちろん100均のノートから、
ちょっと高めのノートとかねあるじゃないですか、紙質がいいっていう、そういうのとかも買ったことがあるんですよね。で昔は確かにあのちょっと高いやつの方が書き心地がいいというのか、紙質がいいものがあったんですね。ただ最近の100均はすごくて、ダイソーにこの間行ったんですけど、書き心地がすごくこういいようなノートとかも上質なノートが売ってます、100円で。で、私が選んだのはこちらの切り離せるノートブックっていう、これダイソーで買ったんですよね。でこれなんですが、60枚一応入っている、まあ、このうつさなんですけれども、何がいいかというと、まあ、もちろ なんか紙質も結構こう書き心地がいい紙質になってて、こう滑らかな形なので書いていてすごく気持ちいい、触っててもちょっと気持ちいい感じにはなっているんですが、まあ、タイトルの通りというのか、これ切り離せるノートブックなんですよ。なんでこのページがなんとですね、これどこのページを開いてもこういう風に簡単に切り離すことができるんです。これがすごく最高かなと思いました。結構ね、これあの本来の目的は動画の計画とか立てようと思ってたんですけど、普通に勉強に使っちゃってますというのも、あのこんな感じでスペルとかちょっとね韓国語を覚えなきゃいけなかったので、こういう風にスペルの練習を覚えるために書いたりとかしていました。でこういう風に書いたら、もうこれはねあのスペルの練習のためだけに使った、まあ、メモ帳みたいなもんなんで、こういう風にまとめて捨てたりとか、逆にこういう感じにしてね半分にして、持ち歩いたりとかっていう風にもしています。でこれが普通のノートとかだとこうなんだろう、ビリビリになっちゃったりとか破りにくかったりすると思うんですよね。かといってなんかコピー用紙とかに書いたりメモに書くのもちょっと違うなっていう、ノートとしても使えるしっていうのがすごくいいなと思いました。しかも100円っていうね。でいよいよ最後というかちょっとおまけの部分になってくるんですけど、まあ、こういうノートとかボールペン、まあ、使うじゃあ使うんですが、ただ何よりも私が実際に一番よく使ってるのはやっぱり iPad なんですよ。 iPad の GoodNotes っていういつも出てくるやつですね。このノートに使うことが多いです。でこれは本当にあの最近のこういう iPad のタブレットっても紙みたいな書き心地になるこうシートとかも出てますし、もうそういうシートがなくても普通に紙に書いてるような感覚で筆圧とかも感知して書けるのでめちゃくちゃいいんですよね。で簡単に消したりとか PDF にできたりとかもします。で先ほどやったようにこうすべての練習をしたいし、あの書いてすぐこう紙ぐしゃぐしゃにして捨てたいなみたいな時とかは、ノートに私は書いていました。だから本当に久しぶりになるんですよね、ノートに書くっていうのが。で、まあほぼほぼそうですね、勉強する時とか読書ノートとか動画についても一応この iPad の GoodNotes を使って電子ノートでこうやってて、まあ、削除したい時も一発でページ削除すぐできるので、そういう点がいいかなと思います。で、私が使ってるのは Apple Pencil、 これ第1世代の方なんで今ほぼ出てないとは思うんですが、普通に第1世代でもね書き心地は悪くないなと思いました。ということで、まあ、ちょっと最後ね電子ノートの文房具というのか、まあ、電子ノートですね、 iPad のご紹介という風になってしまいましたが、ただねまだ今でもさっきやったようにこうさっきお伝えしたように紙に書いたりとかすることももちろんあるので、そういう時に使える文房具、おすすめの文房具をご紹介という形になりました。ということでいかがでしたでしょうか。一応商品のリンクね出てくる範囲であの Amazon リンクの方を概要欄に貼っときますので、なんか私も欲しいなとか気になった文房具があれば皆さんも買ってみてください。ただ売り切れると私マジ困るって思いますので、あのちょっとそこだけで気をつけたいなと思います。まあいっぱいストックはあるので大丈夫かなと思うんですが、それぐらい本当にもうなんかこういろいろ使ってみたくなるタイプの私がですね、もうこのボールペンにしたらもう本当にこれ以外使いたくないっていうぐらいになってますので、そんなね素晴らしい文房具を一回皆さんに紹介しておきたいなと思い、今日の動画を作らさせていただきました。皆さんおすすめの文房具とかもあればぜひねまたコメントで教えてください。ということでいかがでしたでしょうか。私のチャンネルではこのように今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本、ビジネス本もたくさん紹介していってますので、ぜひ今日の動画がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また概要欄には私が作ったユーデミーの講座がたくさん出ていますので、よかったら無料で見れるものから見てみてください。皆さんも素敵な文房具に出会えますように。